りました。僕たちはで、なめ方っていう町は本当にすごい長い歴史があるんですね。で今日はその本を作って、あとはですね、本も、まあ、生涯学習家からのプレゼントですが、今日はうちの筑波学院大学からこの本をもっと楽しく面白く読んでもらうために、ここに出てくるね写真はみんななめ方しない写真なんです、ね、これ全部そうなんだよ。この景色もどこかにあるんです。これそこのおじさんたちの写真なんです。今日はうちの筑波学院大学からこの本をもっと楽しく面白く読んでもらうために、今みんなが当たり前に生活しているこのなめ方の国にもっと関心を持ってもらい、もっと不思議を感じてもらいたくて、映画にも本にもみんなの身近にある風景やお話がたくさん出てきます。探検不時を読んだらそこにぜひ足を運んでください。それは食べられないって鳥さんが言ってるわ。冒険できるところとか、自然がたくさん、行ったことないところとかもたくさんあった。この本の一番大きなテーマは夢を持つこと。で、夢を持つためにはまず本を読む、それから夢を持つためには冒険をする、いろんな違う世界を知ってほしい。というわけでこの本っていうのは、世界の中でなめ方ってこんなすごいんだっていうようなことが、秘密が書かれていますんで、まあぜひそういうワクワクして夢を持って将来こうなりたいなということをなめ方の中から見つけてもらいたいと。